はい、どうもちゃん、トンでございます。車の中からお届けしております。というのもですね、今回は車に関する話題です。以前ですね、若狭大島から帰ってきた時のね、燃費をインスタのストーリーズで上げたんですよ。そしたらちょっと反響ありまして、車何乗ってるんですかとご質問いただきましたのでですね、ちょっとね、車の方、どれだけコスパがいいのかっていうのをね、お見せしようかなっていうことで、今回動画を撮っていこうかなと思います。車は、BMW F31 って呼ばれる3シリーズの、ステーションワゴンですね。そちらになります。かなりね、コスパがいいんで、ぜひですね、実際今お乗りになられてる車、もしくは、これからね、車を買おうとされてる方は、その候補の車とですね、燃費、税金とかね、あとオイル交換の頻度とかね、調べてみてね、この車のね、コスパの良さをぜひ比べていただけたらなと思います。ちなみにですね、BMW のディーラーさんに言わせると、このディーゼルのこいつのモデルは1万キロに1回でオイル交換いいそうです。ただ僕は5000キロごとに変えてますけどね。あとですね、その他の消耗品とかも、国産の車と変わらないような値段でね、修理もできるし交換もできるということでね、全然外車だからっていう風にね、身構えなくても大丈夫な感じになってます。ということでね、車の方見ていきましょうか。車の方がですね、F31 型、BMW の3シリーズの、ツーリングワゴンですね。こちらです。これを買ったきっかけっていうのがね、前の車がめちゃめちゃ燃費悪くて、もうなっともならなかったんですよ。一回釣りに行くとね、エンプティになって、しかもそれ廃油やったんですよ。もうガソリン代だけでね、もうちょっと破産しそうやったんでね、ちょっと、燃費のいい、コスパのいい車ないかなって探した時に、こいつと出会っちゃったんですよね。ということでね、F31 型 BMW 紹介していきましょう。エンジンがね、ディーゼルなんで、ディーゼルの音してますけど、まず、変更点としては、グリルですね。グリルが変わってるのと、あとはリップスポイラーね、カーボン調のリップスポイラーがね、ついてます。そしてね、ドアミラーもカーボン調のやつにね、変わってます。サイドステップはカーボン調のね、デカールが貼ってありますっていうことですね。カタログ上の燃費、ちょっといくつか分かんないですけどね、普段ね、街乗りで16とか7とかで高速乗るとね、20超えるんですよ、燃費。強烈落ちちゃう。軽油ですよ、軽油。それでね、ハイブリッドの車とちょっとね、データを比較してみるとね、こういう感じになります。僕がこの車にした理由が分かっていただけましたでしょうか。もう釣り行くにはね、めちゃめちゃコスパいいんですよ。釣り車として、さあ荷物の方はどれぐらい乗るんかっていうのをね、見ていきましょう。リアシートを起こしてる状態だとね、これぐらいのスペースがありまして、こういう感じですね。まあ下にここに、汚れても大丈夫なマットを引いてるんですけれども、これでね、だいたい430リッターとか450リッターぐらいのこう容量があります。まあこれだけでも結構広いんですけど、これがね、リアシートを畳むことができて、よいしょよいしょってすると、こう一気にね、1500リッターの積載量になるっていうことで、これね、かなり広いです。さあ、バックドアを開けるとね、こういう感じです。あんまね、ツーリングエで高さないんですよね。だからこのクーラーを2段重ねとかにはできないんですよ。なんで3シリーズにしたかっていうと、まあ、この2リッターのディーゼルエンジン積んでるのがね、他にもね、 X1 とかも積んでるんですけど、やっぱり3シリーズの方が長さがあるんですよね。荷台の長さがある。だからここのね、荷台の積載量を考えた時に、まあ、高さもいるんですけど、長さが欲しかったんですよ。でクーラーとかをこうよっこいしょって持ち上げるのにめっちゃ重いじゃないですか、こいつら。でこの高さですね、この地面からのこの高さ、これがね、
X シリーズやとめちゃめちゃ高くなるんですよ。高いでしょ SUV って。でツーリングやとセダンベースなんで、ここ低いんですよ。ここが低いっていうことは荷物の納税下ろしがやりやすいっていうことですよね。ということでね、このエサなんてね、もう20キロ超えますよね。だからこの水入れて熱帯エサをね、思いっきり乗せるには荷台が低いね、こういったツーリングの方がいいんですよ。ということでこいつをね下ろすじゃないですか。よいしょよいしょっとね。で片側だけリアのシート倒してるんですよ。そうするとどういうことができるかっていうとね、こういうことができるんですよ。車の中でね足伸ばして寝れると。で僕身長ちっちゃいんでね、全然苦にならないんですけど、こういう感じでね、こういう感じで、はい、寝れます。ほんとねほぼほぼフルフラットなんで、全然もう車中泊も苦にならんぐらいです。ということでね、車の中でも寝ることができる、プラス荷物も積めるし燃費もいいよっていうことでね、最強の車なんですよ。で車の中で食事できるようにね、こういうテーブルをつけたりとか、いろいろこいつね使い勝手良くてね、もう1000キロぐらい走るんですよ、満タン入れたら。で今中古でも、値段めちゃめちゃ落ちとって、僕が買った時は結構高かったんですけど、今ねもう中古で150万ぐらいで売ってるんじゃないかな。で釣りって長距離乗るじゃないですか。長距離乗るのにねこれがいいんですよ。これはねレーダークルーズっていうんですか、前の車と、一定の距離を空けて自動でね加速と減速をしてくれます。だから高速ではこいつを使えばもうブレーキもアクセルも踏まんでいいんですよ。すげえ楽だぞっていうことでね、めっちゃ気に入っとるんですよ。でリアゲートはオートなんで、ボタンを押したら勝手に閉まってくれるっていう感じですね。さあいかがでしたでしょうか。BM とかベンツっていうのは国産と違ってね、新車は高いんですけど、中古になるとねガクンとね値段が下がるんですよ。だからそれに目をつけると国産車よりもね実はお買い得であったりするんですよ。ということでですね、釣りとか長距離ね移動される方は、こう荷物も乗って燃費が良くてすごいコスパがいい車何かなって探した時に、こういった車もね、ぜひ候補にしてみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。よろしかったらねチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。We'll be right back.